ボスを撃破したね。うん、私も傷だらけって、この世界なら傷は残らないか。でも何度もヤバいなって思った。それはキリトの力があってこそかな。うん、戦闘に関してはキリトを信頼してるから。本当にヤバかったらキリトが逃げろって言うでしょ。キリトはオレンジの私に普通に接してくれる。だから私もキリトを信頼するのよ。もう赤くならないで。こっちまで恥ずかしくなるじゃない。じゃあ戻ろうか。どうしたの？ああ、あの PK していたやつら。キリト、キリトはあの人たち知ってるの？キリト、すっごく怖い顔してる。そいつらがここに。キリトが。いいの、キリトはまっすぐだね。ありがとう、教えてくれて。
言っちゃったか。やっぱりキリトは向こうの人なのか。よくわかってるじゃねえか。誰？おっと、危ねえ。そんなもん突きつけるなよ。怖くて膝がぶるっちまうじゃねえ。どうやってここに？そんなことはどうだっていいだろう。世の中不思議なことだらけだしな。お前はキリトが言ってたラフィンコフィンとかいう。ああ、俺らも有名になったな。こっちの世界でも知られていると。私を殺しに来たの？そう簡単にやられると思って。おいおいおい、まあ落ち着けよ。別におめえ殺しに来たわけじゃねえ。じゃあ何のよ。そんな怖い顔するなよ。同じオレンジ同士だろ。だったら何だって言うの。オレンジ、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 肩身の狭いオレンジ同士、仲良くやろうぜ。よく言う。知ってるぜ、俺はお前が何をしたか。それはどういう意味？言えないよな、言えないよな、あのピーター野郎には。ピーターってキリトのこと？キリトに何かしたら。ああ怖い怖い、別に何もしねえや。今はな。まあ今日は帰るわ。でも俺たち話が合うと思うぜ、オレンジ同士。あんなヒーロー気取りの野郎よりはな。用がないなら消えろ。オーケー、分かった分かった。おめえ、あいつと一緒にいたら死ぬぜ。ちょっとそれどういう意味？うん、怖い怖い。じゃあ帰るぜ。また来るからよ。キリトといると私が死ぬ。キリト？そうだな。緊張してる。そうだな。キリト？そうだな。緊張してる。そうだな。恥ずかしいわね。
そうだな。それじゃね。何？こんな格好誰にも見せられない。少し横になってもいい？そうだな。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 そうね。そうだな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 。そうね。それじゃね。どうしたの？別に気にしなくていいのに。私は気にしないって言ったの。変に気を使われる方がしんどいから。それにベッドの方がちゃんと体を休められると思うし、休めるときに休まないと、もしもの時に動けないでしょ。寝不足のまま戦闘になったら困るのはあんただけじゃないんだから。早く寝た方がいいんじゃないの？それはそうなんだけど、もう少し起きててもいいかなって。わかってるわよ。じゃあ。おやすみなさい。あんたと一緒だからよ。別に。また明日もよろしくね。You guys, Clark? Get the fuck off.